じゃあ、PC 版のフォーアウト4、続きやっていこうと思います。レベル35になっております。はい、そんな感じで、お風呂入ってきてね、濃いめの、もうほぼ、半分、ハーフ&ハーフみたいなね、ハイボール作ってきました。そんな感じでもう寝る準備万端で眠くなるまでやっていきたいと思いますけど、ちょっとねここ何回かちょっとエラーが続いてんだよね。なんかエラーが出て落ちたらまあそこでもうやめようかなと思っております。とりあえずカウンティークロッシングだっけ、そこの居住地の解放クエスト、スパミューを、まあ、殺してきてくれって言われてるんですよね。で、そこの場所がバンカーヒルだっけ？そこで一回セーブして、その後探索行って、なんか、いろいろ、なんかレア装備拾ったりとかして、いい感じだったのにフリーズして、やる気損ねて、今日は帰ってきてからね、Wii の、メトロイド、アザー M をちょっとね、初めて遊んでました。で、やっと寝る前にね、フォローアウト起動したわけですけど、頑張っていきたいと思いますけどね、どうなっていくのでしょうか。ちょっと病気なんだよね。で、コンパニオンが、パイパちゃん連れております。行こう。あー、ここが先生だったね、確か。次の集会の準備はほぼできてる。よし。前回失ったのは、あなたは初対面ね。パイパーめっちゃ走ってきた。医師が必要なら見てあげるわ。治療して。治してよ先生。一緒に症状を見てみましょう。うん、体力を回復する。あなたは大丈夫そうだけど、ちょっと待って。これは元に戻す必要があるわ。さあ始めましょう。オッケー。まあこれはいいとしてまあ。中毒も直しとくかな。さあ終わったわ。75かかるけどね。まだ他に何か悩みはある？化学物質中毒には治療法がないわよね。治療してあげましょう。言っとくけど楽じゃないよ。いや、結構お金かかるね。できたわ。よっしゃ行こうか。困ったことはある？なったよ。目的地は比較的近いんですよね。確認してみましょう。あ、ラジオオフにして。ここ。ファニエルホール。ここが目的地になっております。で、まあ、いつものことですけど、サバイバルモード。ファーストトラベルができないです。あと、寝た時にしかセーブができないです。だからね、死んじゃうとなんかやる気なくしちゃってみたいな感じになります。まあ怖い、行きましょう。とりあえずここ絡まれはなかった気がするからな、そのまま直接すぐ行けるんじゃないでしょうか。おっと、なるほどね。あ、しかも、溜まってないな。だけどね、すごいよ。じゃん。451発あります。やばいぞ、ちょっと。ここなんですけど、まあ行きましょう。結構厄介ですよ。この階に3体、上に2体、もう1体、ホールに数体、2階、3階、何体かいるんで、ちょっと攻略に時間かかる感じです。なんで、まあ入り口、あと階段、ホール、
討伐倒したら一回ね、まあ、グッドネイバーまで行っちゃおうかって思っております。パイパちゃん。何か見える？いるからね、そっち。本当に。よし、任して。ノー。おっと、これリセットじゃね？ヒントを探しつつ、しかもワークが、あれだったからね、ゼロだったからね。プロ。よかったよかった。人格モード、どうしよう。救命隊員。で、ユニット起動。さあ、あっち側の方が、伝説のだったね、前回。いるからね。よし。半端ねえぞ。グルート。なんかすごくならなかった。リロードして、あんま減ってねえな。ライトアップ回収して、特に犬もいるからね。しかも電池合ってるからさ、下は見てねえな。あとここね、行っちゃって、そっち。ここも何もなかった気がするけど、あ、鍵があったね。主任のターミナル、とりあえずまあ見ていきましょう。なるほど。まあこれも動いてるんだな。この上にいるからさ、なんとかこれつなぎ止めておきたい。
れは仲直りできるといいんだけど。ゴー。あー、パイパーがダメだったか。ああ、睡眠不足きたね。伝説のスパミュー。やっぱ、いやー結構ね、きついからね、ちまちま行くことになりそうだよ。しかも、そっからひょこっと出てくるからね。あんまポケットしてると。いた。頭見えそうで見えない。こっち側を狙って、早く死んでくれよ。ね、しゃがんどこ。チキンもチキンで、おっとやっべえぞこれは。いやーちょっと待ってくれ、水が本当にきついぞ。よし、一回変化した。ちょっと待て、やばいやばい、コンバットゾーン、このエリア、この頑張ってウォッチャー。議長他の人も来てくれるといいんだけどな。あ、ここ。はいぞ。ちょっと何も進まないんだけどさ。
おお、やられちゃった。ああ、いや、いやでも楽しい。どうしたもんか。もう階段上から登っちゃって、行くか。そうだね、それしかないね。それこそジェットとか使っていくしかないから。水ってここどっか汲めるとこあったっけ。オッケー。うん、水運営している3体のキャラバンがあった。連邦中を、まあ、普通ここでちょっといっぱいにしてこう。いっぱいにして先生に行って中毒とか直して、そっから行こう。セーブしてね、ちゃんと。まあそんな感じでレベル35にもなってね、いろいろパークの方も取り終えてきて、うん、あと基本的に武器系のスキルも振りたいところなんだけど、サイエンスも気になってるしね。悩む、まだまだ悩むね。はい、余計なスキルって言っちゃなんだけど、取りたい気になるのがありすぎて、まあそれがそれで楽しいけどね。よし、まず、初対面ね。治療しろ、先生。症状を言ってみて。まず中毒か。1種類の化学物質を治療してあげ。高いけどね。しょうがない、しょうがない。さあ終わったわ。まだ全身擦り傷と打ち。OK。そう、睡眠不足ってあったんだけど。まだ他に何か悩みはある？今時間何時だ？1時か。ここで一回セーブして、でこれで2時3時睡眠不足だろ。とりあえずこっから一回グッドネイバーに行こう。一回グッドネイバーに行ってホテルでゆっくり一泊しよう。で、朝一で向かおう。結構さ、今の AP の減り、睡眠不足で減ってる分が10ミリで一発分ぐらいあるんだよね。結構ラジオ気に焦った。行こう。うん、グッドネイバーに関してはもしかして徘徊メカニックレイダーいたりするから、ちょっと注意が必要だね。比較的敵はもう殺したんっていないと思うけど、徘徊系だけが。ここが本屋さんだろ。ここ上がってあともうすぐだな。だけどここにたまに犬がねリポップします。まあそれはベリーハードの時でしたけどね。あれ、今発砲音聞こえてる。え、まあいいや。あとちょっとバグってるんですよね。ここのクレオがアイテム売ってくれないっていうね。だからこの辺で拾ったジャンク
ジャンクはまあ、ツールボックスに突っ込めばいいんだけど、武器とか売るときにね、ダイヤモンドシティまで行かないといけないっていうのがちょっとめんどくさいんだけど、何かクエストクリアすれば使えるようになるのかな。あの拠点系のやつでも、クレオ、ここで見てる武器が生と死を分けるかもしれないよ。お客さん心配しないで。やっぱダメだな。居住地クエストの時がたまに助けてもダメな時あるけど、次の町に行ってクエストクリアして戻ってくると話が OK だったりする時があるから、まあまあ寄り道すればするほどアイテムも武器も手にも入ってくるからね、楽にはなる、そんな感じには思いますけど。おっしゃあら、今日はここに泊まるの？そう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 、あんたにもあんたの持ち物にも。さあ金よ。最上階。さあ金よ。OK。あとパイパーちゃんのさ、武器もちょっと強い武器装備させてあげたいんだけどね。オッケー、じゃあちょっとぐっすり寝ます。15時間か、45分だからな、7時45分に起床してそのまま行って、9時半頃にはさっきのとこに着きたい、そんな感じ。まず空腹ね。インベントリーのヌードルカップあったっけ。ああもうねえか。バラ肉だろ、あと水だろ、やっぱいい。 OK、 じゃあ行きますか。いやにしてもハイボールうまいな。あとグッドネイバーのトリガーマンクエストは終わって、あとハンコックに話しかければまた話が進むんだろうけど、もうレベル35、初回プレイの時はねクリアレベルが35ぐらいだった気がします。にもかかわらず今35だけども一つもクリアっていうかね、その一番最初のパワーアーマー取ってデスクローを倒すのをやったけど、その後から進めてないみたいな感じでね。あとデリバラーも取ってないしね。デリバラーが10ミリで一番バッツの減りが少なくてかなり使えんだけどね。だけどなんか通常の10ミリが好きで、結局デリバラーも使っときながらベリーハードモードでは後半やっぱり普通のノーマルの10ミリの形に戻して使ってましたね。そんな感じでとりあえず出たらマップ切り替えて行きましょう。あとたまにはその敵が1体2体一体ぐらいならもう突っ込んじゃってジェット撃って早々に倒しちゃった方が楽なんだけどね。お前は間違った戦いを選んだな。どういうこと。まあいいや、マップ、行きましょう。なんだよ、え、なんで経験値入った。まあありがたいけどさ、
さすがに FPS 下がるね、ここ。おっしゃい、着いたぞ。こっち側から入って、華麗に、ターミナル解除して、行きますか。行けますかみたいな。バッツ。バッツ。バッツ。チッて。うん。よし。進んでるのか。ノープ。ノープ。ノープ。ここでリセット。リセット。こういう時に限ってリセットが来ないんだよな。おい。いやーもう来たぞ。ゼロだもんな。これも違うしな。マインド2。ああ。これぐらいか。いいわね。進化モード。これ何がいいんだろうな。駅員じゃダメだろう。こう。どうやってやったんだ。怪我をしても慌てないで。いるね。ブルート。もうここにさ、伝説系来てくれるといいんだけどさ。頑張って、プロテクトロン。あ、向こうにもいるな。よし、終わったか。ライトアップ。誤認警報です。警戒態勢。取ったじゃん。もういきなりスティンパック。上に行ってみるか。一回上に参ります。どちらか。案内。やばいわ。もうリッチに最高ジェットとスティンパックってダメだったか。やっぱエレベーターいかんわ。エレベーターいかん。勘弁してください。どうだ。よっしゃ、頑張っていこう。グッドネイバー出た瞬間に発砲があって、いきなり経験値60入ったのが意味が分かんなかったけど、飲み干した。こうちょっとエンジンかかってくると、もう一杯ビールが飲みたいかな。よし。行くぞ。
あ、フェイトグランドオーダーアップデートするの忘れてた。忘れてたっていうか水着イベントなんですよね。ていうか去年なんかあったのかな、その水着イベントの時に。その時ちょうどやってないんだよね。ログインはしてたくせにみたいな。なんだったのかな、なんかめちゃくちゃハマったゲームがあったのかな。なんか Twilog かなんかで去年のなんかチェックすればわかんだけどね。まあいいや。カモン。うん。絵も出てこないから寂しいね。せめてクリアしたいな。よし、やってきた。え？今回は経験値入れないね。ちょっと、ね、どう？ケイ？あ、まだ足りねえか。え、まだ。ラットローチじゃいかん。いやー緊張するな。あと初回の時はプロテクトロンが伝説だったんで、それもなんかちょっと期待しちゃうね。で、まあ前ね、地下行った時に最初レベル10ぐらいかな、ケンブリッジ警察署の近くの地下鉄の駅を下った時にプロテクトロンが伝説ってあって、それを出して動かした瞬間に殺そうとしたんだけど、どこを進んでるのか見えやしない。なんか手からビーム出てなんか即死したんだよね。なんだこれやみたいな。あ、これよっぽくない？素晴らしい。この人格モードよくわかんないんだ。次殺してみようか。逆サイ。戻ってきたらもう戻ってこなくていいからさ。そっち。あ、こいつ伝説だ。殺してー。ちょっと上。ちょっと呼んできたい。
おっと待ってくれ。あ、この隙間から降っているんだ。今いいか、こっちこっちこっち。あんま調子乗って殺されないでよ。キャップ。ここにいるんだよ。こんなところで死ぬわけにはいかない。これはジェット使わないか。ジェットジェットジェット。逃げろ逃げろ。どっから来たハンター。お前らお前らちゃんと仕事して。お？あとさ、なんか食べるか。帰ってきて。こいつら役に立たないぞ。あ、鍵取ってもらってた。パイパーちゃん帰ってきて。どう？あのプロテクターも頑張ってくれてる？伝説頑張ってる。
経験値が。どこにいるんだ。危ない危ない。ねえ、なんかいるとバレバレですよみたいな。行ってくれ。電車がどっか離れたってことか。あ、見えるわ、そう。上行ったぞ。回収回収。ちょっと一回帰ります。あんまダラダラしててもしょうがない。一回帰ってセーブして、このチキン戦法こそがサバイバルを制する唯一の方法じゃないけど大事だよね。いけるいけるっていうのがね、ダメだからね、このロールプレイングゲームは。ちょっと怪しいなと思ったら戻る。それが大事で、フォールアウトに関してはね、いつフリーズするか分かんないからね。まあなんだ、コンソール版よりはマシだけどね。コンソール版ではなんかめちゃくちゃしょっちゅうフリーズした気がする。なんかビール飲みたいな。これ水入れるとこねえんだよな。水汲みの場所あるか、ここ。
この門を通るとは男だ。ないんだよな。ああ、ここでもセーブできるって。なことなかったか。水がないのがちょっと不安だよな。今何時ぐらいなんだろう。13時ぐらいになったかな。まだお金大丈夫か。トイレとか汚い水っぽいな。じゃん。おお、まだこんな時間か。もう一戦いけるな。全然水が。これでやっと解決か。あとは一番上だよね。一番上に行くのも、あのさっきの2階のとこを突っ切って逆サイから上に上がって回っていかないといけないからね。初見プレイの時の方がもっとすんなりいけてたんだよね。2階の下の敵パパッと倒してそのままダッシュして逃げて奥まで突っ切って、で奥の階段から3階に上がってジェット使って10ミリで倒した記憶があるな。だけどね、45口径が結構余ってるんでいっぱい入手できたんで、こんな感じになってます。だから逆に弾をケチってる分ダメダメみたいなね。とはいえサバイバルモードだと1対1で正面と向き合ったらほぼ負けるんで、その辺なんとかねうまいことねいけたらいいよね。うん、あと地味にあのプレイステーションビータで遊んでる新女神伝説イフがようやく第1個目の傲慢界のボスを倒してリングを入手して次の呪いを解いて次のダンジョンに行くとこで止まってんだけどね、結構面白くなってきてそっちの方もちょっとね遊びたい感じですけど、ちょっと寝る前にこっちの方ちょっと集中しちゃってます。でお酒も入ってアルコールも回ってテンション高くなってきております。どうだろう、さっきの HP のままかな。あいつらプロテクトロン、とはいえ3体いるからなんとかね2体ぐらい死んでくれればいいんだけど、1体攻撃した瞬間に他の奴らからも攻撃来るんで厳しいかな。うん、元気あるとか言っときながらあくび出たからもう脳はちょっと、え、なんで止まってんだ。もう一回起動しないといけないのか。起動中。プロテクトロン起動。オッケー。再び時は動き出した。
ちょうど真上にいるのか。間違いだ。ちょっと重いんだよな。なんかある。ああ、何、そこにいるのは誰だ。戦闘なしか。デスクロの手が結構美味しいよね。とはいうのも、武器が場所に預かってもらうか。あ、何かしら拾ってんじゃん。ああ、ここでセーブできんだ。オイルライターは。よし、ここでセーブできんならありがたい。だったら楽勝じゃね？持ってた時期も私にもありましたみたいな。おっと、トラップよ。セーブしてよかった、セーブしてよかった。ジェット使っていこう、ジェット。しかもコンバットライフルで最終行こう。 OK、 コンバットライフルで。ダメ、忘れた。開けた瞬間、開けた瞬間ジェット使って、ダメだ。やべえ、もう一個ジェット。強すぎる。強すぎるよ。わかった。なんだ、ナイス。
ょっと後ろ下がりたいんだけど。ここジェット使っていく。よし、今度こそ生きるぞ。もう力にサイコジェット使っていくぜ。リロード、おせえよ。すごいんじゃないこれ。でもシシケバブ、ダメだ、ダッシー。もう一杯、オッケー。頑張ってバイパー、パイパーちゃん。オッケー、やっと終わった。高く売れそうぞ。ねえ、道を教えて。それを取って。できるわ。ちょっと奥見に行きましょう。怖いからちょっとセーブしとこう。オーマイゴーシ、じゃん。見て見て。それはできない。ちょっと屋上上がってみるよ。いやー、なんとかね、行きました。なんか3死、4死ぐらいしたかな。だけどさ、まだやることあるよね。プロテクトロンを殺したいよね。一回セーブしたから、そのままプロテクトロンを殺しに行こう。いやー、この辺は、読み込むとこすっごいいっぱいあるからね。いやー、でも起動してよかったよ。これで一個進んだからね。とはいえホールの鍵使ってねえぞ。何ここ、
めちゃすごいんだけど。それをやる必要はある？なるほどな。まあまあでも弾いっぱい拾えたしいい感じ。うん、近接のシシケバもどうだろう。ストロングじゃん、装備できんのかな。あと1か。もう一度ここが核爆弾で攻撃されてもね、匂いは消えないだろうね。パイパー。ねー、これだろこれだろ。バリュー1000、めっちゃ手がくれるぞ。ライトアップ。この部屋でそろそろ睡眠不足出てくるぞ。特に大したもんねえなこいつらは。こいつらはな。え、何書いてんの。え、これで起動できたっけ、プロテクトロン。救命隊員で。こいつをなんとか殺したい。怪我をしても慌てないでください。よし行こうか。欲しいね。いけそうだな。いけそうだぞ。パイパーちゃんも言ってくれたし。駅にしとくか。ダメだ。はい、まあそんな感じで今回はこの辺でね終わっときます。ちょっと飲み物追加しても来たいしね。お疲れ様でした。ありがとうございました。で次回配信するときはね、プロテクトロンどう処理したかまた報告したいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。